島屋さんのやっぱりすごく特徴的なところに三位一体の、はい、そのお店の運営といいますか、はい、ビジネスの事業の運営をしてらっしゃる、うん、この三位一体というのについてちょっと一から教えていただいてよろしいですか。はい、そうですね、まあ、当初のうちは我々の余裕がなくてですね、自分のことばっかり考えて、うん、それこそその経済的にも厳しい時代をこう過ごしてきましたので、その時はやっぱり余裕がないから、まあ、人のことはどうでもいいみたいな状況でですね、うん、でもやっぱりあるタイミングで長野県のリンゴ農家さんと会って、はい、でその方が年末に、久島さんリンゴが300ケースほどあるんだけども、はい、もうちょっと売れ行き悪くて年越しちゃいそうだと、うん、でいくらでもいいからやってくんないかって言われて、うん、あいいですよっていうようなことで、うん、でその時3000円ぐらいの相場だったと思うんですけども、キロ3000円、1箱3000円、うん、1箱3000円ぐらいの相場だった、はい、でもういっぺん全部買ってもらうんでっていうんで1000円か、うん、1500円か忘れちゃいましたけど、多分そのぐらいだったんですけど、うん、あいいですよっていうふうなことで、はい、で売ったと、はい、やっぱり品質すごく良かったし、はい、で普通のその大体相場通り、はい、3000円で仕入れたとして、はい、として売価つけてそれでも売り切れたんですね、はいはい、それじゃあやっぱりそんなに安くっていうんじゃ気の毒だっていうようなところがあって、はい、約束した金額でも払ってたんだけど上手に売れたから、はい、あと1000円ずつ払うよということで、あで、まあ、300ケースだとすれば30万ですけど、はい、まあそんな金額なんで、でお支払いしたというふうなことに、そういうふうなそのエピソードがあったんですよ。なるほど。そしたら大変喜ばれて、でそれからその方がとにかくその地域の周りの方々に、福島はいい店だいい会社だっていろんな方紹介してくださったり、でその方もとにかく福島にはの間違った商品出しちゃダメだというふうなことでですね、結果としてはそういうその非常に我々もあの変な話ですけどメリットがあるような状況がそこで生まれてしまった。まあもともとそういうふうな気持ちは最初からそのもう農家叩いてあの安く安くやればいいっていうふうなことじゃないよねっていうふうなことは思ってた部分も多少あったんで、うん、こういったことそれで自分の気分もいいもんですから、うん、じゃあそんなふうなスタイルをしながらやっていくっていうことで今度それをやるとなると会話が必要、コミュニケーションがすごく必要、はい、うん、だからお互いの事情を分かり合うっていうふうなことだとか、うん、そうすると今度そこからまたアイデアが出てくる、はいはい、そういうふうなものが付加価値っていうふうなことになってって、福島の今のその構造、利益構造的なものに関しても非常に寄与しているっていうのが現状なんですね。それがきっかけですね。なるほど。三味のもう一方ですね、はい、消費者の方との一体というのはどういうところですか。はい、消費者の方々とのやりくりは、はい、結局は我々がそういったものを、構築しても、はい、お客さんは見ただけだとわからない、うんうん、でお客様の生活っていうのことに関しても意外に我々は分かってないんですね。なるほど。そこでお客様にも事情を聞いて、うん、お客様のご都合を聞いて、うん、でそれを私たちも生産者さんもコミュニケーションを取ってやっていくっていうふうなことで、うん、で具体的には講座というその仕掛けを、これはまあ4年ぐらい前からなんですけども、講座、はあ、コミュニティラボっていうんですけども、はあ、お客さんに集まっていただいて、はい、ワンクルー15人、はい、90分、はい、そういうその機会を設けまして、うん、でお客さんとコミュニケーションをずっと重ねていると、はい、生産者と小売店とお客様の三位一体の事業運営というんですかね、はい、そうです、うん、で三位一体は3つっていうふうなことより、またそこに加工屋さんが入ったりとか、はい、いろいろ物流屋さんが入ったりとか、はい、いろいろな状況が入るんですけど、やっぱりみんなでっていうふうなでという意味なんですね。はい、はい、そうです、はい、誰か一人がその大きく儲けるとかではなく、はいはい、みんなでなんか分け合う発想です。なんて言うんでしょうか。はい、もうシェアするで、だから事業そのもの自体は共有、はい、事業は共有、はい、でそれぞれのカテゴリーにおけるやっぱりプロとしての仕事、うん、これはそれぞれがその責任を持って果たす、
でそれを実際に実現するためにそれぞれの大病の方々のご意見がここにあると、集まると、うん、で時としては厳しい意見もいただくし、時としてはお褒めの言葉をいただくっていうふうな状況がそこにあることによって、みんながやっぱり改善するとか、なるほど、はい、お客様だけの意見ではなくって、私たちも生産者さんに、生産者さんも大切にした作った商品なんだから、売り方についてコメントしてくださいと、いい加減に私たちが扱ってたら叱ってくださいというふうな、そういうふうなお互いのコミュニティを作っていきましょうっていう、はい、そうやってみんながハッピーになれる、コミュニティ事業づくりをする中で、その具体的にですね、そのエフィシエンシーの部分、効率化の部分で、旧来型のビジネスモデルと、この三位一体のビジネスモデルとで何か改善した部分というのを具体例をちょっとお聞かせいただけませんでしょうか。大根についても、10アールあたりってよく農家では言うんですけども、300坪ですけども、そこで4000本から5000本ぐらい収穫できます、で大枠は大体ですけども、まあ多少前後ありますけども、6割ぐらいが製品として、5割から6割は製品として出るんです、ところがやっぱり残りの4割5割は B 品 C 品だとか曲がりだとかっていうふうなところで、そういったので製品としてはお金にならないし、されないケースもありますし、されたとしてもやはり非常にその価値がなくて二束三文みたいな状況になってくるんですね。それだとするとやっぱり運賃も大きなもんですから、どんどん大根農家が減っていくわけですよ。確かに、でもう労働力もどんどん減っていってると、でも日本の文化って結構大根はね非常に食を支えてる、よく皆さん考えていただくと大根あっちこっちにあるんです、食べ物の中に、そういうふうなものが切り干し大根にしてみたりとか、それをその皮とか実とかっていうふうなことに分けていけば、皮はすごく美味しいきんぴらになるんです、今時は農薬がかかったりとかっていうようなことで皮を厚く剥いて捨てるっていうふうな状況もあるんですけど、やっぱりそれは作り方から打ち合わせをしながらやってた時に非常に皮も美味しいし、皮と実の間のところにやっぱりリンゴもそうですけども栄養がそこにあるわけで、だからそこで付加価値がついていくと農家は単あたりの収入っていうのは増える。確かに、でそれを我々が実現するというふうなことになったら、農家は私たちに一生懸命作ってくださるという、そんなこう付加価値の共有化みたいなものがその6時間の中だとか3みたいな中でできると、ハッピーハッピーなんですね。ですね、なるほど、ウィンウィンですよね。ウィンウィンですね、でこれがさっき言った切り干し大根、切り干し大根はあの加工のいわゆる端材って言いますか、不揃いな大根を元に作ってらっしゃる、そうです。これはもうじゃあ生産者の方と加工業者さんと、もうこの生産者さんに加工もしてもらっちゃってる、加工もしてもらっちゃってる、機械も我々と一緒になって作って、環境を作って、でパッケージはこれ僕が書いたんですけど、そういうのを全部こう、これはもう会長の手書きですか。そうです、切り干し、下手ねって言われますけどそれがいいんですよね、そうです、この手作り感ですね、そうです。その6割しか出荷されずに残り4割は廃棄か二束三文になってたものが、この部分がその加工品になることによって、よりその高付加価値であり、なおかつその味も美味しくなるって先ほどおっしゃってましたですね。そうですね、ベースがいいものは上手に加工するとですね、1段と2段と美味しくなるんです。でその加工はその、太陽の光をいただいたりとか、で水分を飛ばすことによって例えば干物にしてみても味がぐっと濃くなったり、でそれをまた戻す、日本には乾物というすごく優れた文化があります、ただ乾物の商品 もうどんどん今世の中で売れなくなってるんですけども、この乾物もやはり日本人の知恵ですね、すごい知恵で、それは単純に乾物っていうことじゃなくて、乾物ってすごく美味しいです。普通の生のものよりもまた違う要素の付加価値があるんですね。なるほど、そんなふうなことが食全体でこう構築されていくっていうふうな社会が、多分環境も含めた形でいろいろ潤すと思ってますけど、なるほど、